セオドール TY02 は、イギリスのレーシングチーム、セオドールが1982年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。セオドール TY02 は、前作の TY01 同様とニーサウスゲートが、設計した。シーズン中に2台が製作された。マシンは、ハニカム構造のアルミニウム製モノコックを持った、グラウンドエフェクトカーであった。 サイドポンツーンが非常に広く、操縦が困難なマシンであった。エンジンはコスワース DFV を搭載した。ドライバーはシーズンを通して予選通過のために苦戦した。開幕戦南アフリカには間に合わず、第2戦ブラジルからの投入となった。デレック・デイリーは2戦でリタイアしている。第4戦はフォーチャのボイコットに応じて不参戦となった。 ヤン・ラマースは6戦中予選通過は1回、トミー・バーンは5戦中2回、ジェフリースは第8戦カナダのみの参加であり予選通過したが、いずれのドライバーも完走できなかった。1983年に入るとチームは、もともとエンサインのマシンであった N183 を投入、N183 はチームにポイントをもたらした。セオドールが F1 を撤退した後、 ty02 は1984年にビルテンペロに売却され CanAM に参戦した。ありがとうございます。